こんにちは。どうも、僕監督と申します。本日もウイニングイレブンクラブマネージャーウィクラやっていきたいと思います。僕監督ゲームチャンネルでは毎週月曜日か火曜日ですね、15時にウィクラ動画を配信しております。先週はね、ちょっとお休みをいただきました。すいませんでした。それでは、やっていきましょうか。今日もね、まずは、スカウトの方をやっていきたいと思いますが、プレイヤーポットスカウトというのがね、先々週ぐらいかな、来てて、まあ全然回してなかったんで、これを回していきたいと思います。どうかな、結構厳しいな、このガチャ。かなり、星6が1人しか多いので、星6以上が。それも星7かどうかもわからない状況ではありますが、まあ7連ね、これ引きますか、まず。あんまりまあ期待できんガチャやろな。もう行きな。まあ、ポン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 って行くよ、これは。ザザ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 ザ。オッケー。まあ、星51個ぐらいあるかな。4かな、ね、前。早く行く。速攻で行く。速攻で行く。はい、星5はいませんでした。もう一回行きます。はい。テンポよくね、行けたらいいですよね。70連か、一応。いくよ。ザザ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 。ほい、行くで。はい。これ、あ、星5一人出た。誰か分からへん。そして日本人もなんか一人おったな。川島家。星5なんて出てないね。嘘でした。すいません。もう一回行きます。星4やったか。ちょっと早すぎたな。オッケー、次。なあ、ダメ。これはあかん。主に全部飛ばそう。なんかジャパニーズみたいなのおったね。はい、いました。野沢くんですね。それではもう一回スタートしていきたいと思います。めっちゃ表でなんか子供の声が聞こえるんですけど。カーテンちゃうわ。窓開けてるからね。はい、それでは行きましょう。なんだって？またダメじゃねえか、これ。もう一回行きます。何倍や今。いやー、上の方全然出てこへんな。まあそれでもな、奇跡を信じにはおられへんねん。これ来た、星6人行きましたよ。やったで。さあ、いきなり2人目。うんー、ナスリー、やったな。いやー、結構良かった。お、ギンターまで来たね。ギンターでもちょっと低いな、能力。これ、ここで能力見れるのかな？ナスリーの能力か。ナスリー、もう一回。おぉ、20歳か！ 20 歳で今これ。標準か。めっちゃいいやん。いや、ありがたい。ナスリー、左ディフィルダーってなってるけど、多分オフェンシブディフィルダーも使えるだろうな。いや、これはなかなかいい選手が来たね。さあ、終了。これって、どうしたの？次のポットいけるの？おっしゃ。こっち行くわ。まあまあまあ、なんとかね、この20連で決着つけたいですね。星6以上来い。もうちょっとやっぱこのイベント頑張っとけばよかったかもしれんな。何気にな。ダメか。まあ星4か星5は1人いった。オッケー。ああかん。よしよしよし。まあまあまあ、もう一回いきます。まあ、こういうね、ガチャ引けるイベントっていいっすよね。でもなんかうち、枠あったっけあれ。どう？あー、ダメだ。こらいかん。爆死。はい。まだね、まだありますよ。あと4連ぐらいいけるでしょ。頑張れよ。あ、4連いかれへんわ。5連。1連。1連入れてる時点で、ちょっと結構これ打ってほしいな。あかんわ。スカウティングリストがいっぱいやねん。どうする？結構なぁ。二つ売却しとくか、これ。一人、二人、三人。ザザッと。絶対使うもんな。間違えたー。押したあかんとこやったんや、そこ。まあ、あとね、ガチャ券をね、いくらか回して今日は終わりたいと思います。
かんねん。ギンタ捨てようとしてる。ギンタどこおんの？あれ、ギンタどこおんの？あったあった。あかんあかんあかん、ギンタ捨てたあかんって。いや、この機能あってよかったな、今。オッケー、売却しましょう。はい、それではですね、あとは選手チケット、スカウトチケット2枚とゴールドチケット1枚引いていきたいと思います。今日はちょっとね、まあ、ガチャの、まあ、マイクラブコインじゃないけど、まあ、コインがね、199しかないんで、今日はちょっと、普通にノーマルには引かないでおこうかなと思います。はい、グリッチ。まあ、星4から7やからね。大概今星4来るな、こういう。結構。よし。星4。はい。終了。さあ、ラスト、行きたいと思います。ゴールドチケット。星7来てほしいな。星7来てほしいな。欲しいと思う時に限ってこへんからな。はい、星6。誰や？あ、トレスコマドリ、ホセ・ヒメネス。また来て24歳か。ちょっと若干、あれやな。もう一つやな。24でこれは嫌やな。標準ね、成長の。はい、ということで、まあ、とりあえずね、今日のガチャこんな感じ、ガチャというか、まあ、スカウトですね、こんな感じでした。今日はね、フレマ2連戦行きたいと思います。それでは行きます。はい、それではね、やっていきたいと思います。フレマね、2連戦ですね、今回。僕からのゲームチャンネル VS 岐阜 FC、ルイジスですね。それではやっていきたいと思います。YouTube のね、チャンネルの方にね、コメントいただきました。はい、それでは行きたいと思います。現在うちのチームなんですけれども、こんな感じ。ちょっとね、だいぶ強くなってきたかなという気はするんですが、ね、ちょっとセンターバック変えるわ。これだけ絶好調しとこう。モチベーション上げておきます。はい、ということで、対戦相手のね、ルイジーさんの、ギフ FC ですけれども、ジエゴ・コスタ、ジャクソン・マルチネス、オスカルと、結構いいっすね。この前線3人いいな。何歳ぐらいなの？やっぱ、あ、お、25でこれか、すごいな。まあ、やっぱりちょっと30代回ってきたらようやく90いくっていう感じなのかなと思ったんですけれども、そうでもないみたいですね。まあ行きますか。結構総合値90超えてる人が、1、2、3、4と4人か。OK、まあ行きますか。間違えた、戻っちゃった。いつもこれやっちゃうねんな。まあ久しぶりですからね。はい、それでは行きますか。オッケー、キックオフ。はい、それではね、フレンドリーマッチ第1戦、僕監督ゲームチャンネル VS 岐阜 FC ですね。はい。オッケー、行きましょう。今日もエースディバラ活躍できるか。まあまあ、キックオフです。はい、それではキックオフ。なんかめっちゃついてるね、やはり。オッケーオッケー。ちょっとね、最近ね、ようやく強くなってきたよ。よっしゃ。ナイス、チャチャリート。いいっすね、チャチャリート。素晴らしい。というかね、結構なんやろ。だからリーグ戦でね、全然昇格できない時期がね、まあ続いとったんですけどね。まあ、星6、星7の選手をね、まあ、たくさん入れることによって、なんとかもう昇格できるようになってね、優勝できるようになってきました。はい、それでは、1対で行きましょう。お、ピンチ向かいましたね、これ。でも、グリク。グリク。いいよ。まだある、まだある。やばいね。やばいやばいや。まだある。そこを食い止めよう。よーし、さすがグリク。やばいですね。グリクにイエロー出ました。そして、ここからのフリーキック。お、おー、やばいやばい。おほほ、ナイス、ナイス。ナイスキーパー。さあ、前半35分。どうだ？チャチャリート！惜しい！どうなってる？こぼれてるぞ、ボール。どうなってんね。早速またチャンスですね。これは、おっと！おい、やるも、やるも。誰や、ほんま。一人だけ英語表記やぞ。まあ、はい。とりあえず前半終了、1対0ですね。なかなかいい感じじゃないでしょうか。
ようやくね、まあチーム力みたいなの800超えましたからね、後半も頑張ってやっていきましょう。はい、後半戦キックオフです。 OK、 切り込んできた。おっと、ミドルシュート入らない。ハワードに阻まれる。 OK、 来た。ディバラ、ディバラ、ここは細かいドリブル。あっと、ちょっとファールちゃうの。さあ、ソン・フンミンをね、ピッチに入れます。左サイドで、サウル・ニゲスを右のね、あのセントラルミッドフィルダーみたいな感じでね、配置してます。で、よっ、どうだった、チャンスちゃうの。おー、来たらな、もう1点取ってな、試合決定づけたい。もうこの時間帯やからな、うちにはそれができるはず。おし、ナイス、ディバラ。おっと、今のは難しいヘディングやな、さすがにな。てか、なんかチャンスもあんまりないけど、ピンチもあんまりないな。はい、ということで、1対0、そのまま試合終了です。まあ、なかなかね、どっちもチャンスもピンチもあまりね、まあ、なかったんですけれどもね、まあ、なんとか勝利することができました。岐阜 FC 率いるルイジさん、対戦ありがとうございました。はい、スタッツはこんな感じですね。はい。では、第2戦の方行きたいと思います。はい、それではね、第2戦の相手ですけれども、協会メンバーの、俺監督さんですね、協会メンバー。お、どういうこと？まあよくわからんけど、とりあえず行こう。はい、ではやっていきたいと思います。今のところ何勝何敗やったかな、ちょっと忘れてしまったんですけど、一応ね、総合値、チーム力の総合値はうちよりも上です。829ありますね。それではやっていきましょう。はい、僕監督ゲームチャンネル VS 俺監督ゲームチャンネル、名前パクられてますねはい、それではいきましょうか。はい、先ほどと同じくね、まあこのチームでいきたいと思います。まあ、結構、サイドのね、ヤルモレンコのところがちょっと寂しい感じしますけどね。いきますか。結構まあだいぶ、選手のね、まあ能力上がったんじゃないのみたいな感じですよね。それでは俺監督ゲームチャンネルさんの、俺監督さんのチーム見ていきたいと思います。4トップですね。うん。クリドナ・ロイス、アドゥリス、ジルート。これはちょっとなかなかね、重鎮たち居座ってますね、センターフォワードに。で、中盤は2人が、マスケラーンとピアニッチ、うん。で、センターバックが、3人と、レフトサイドバックが1人という感じか。やはり強いですね。さあ、まあ、フォワード陣はね、軒並み総合値を90としておりますが、果たしてどうなるのか。ということで、やっていきますか。キックオフ。はい、それでは僕監督ゲームチャンネル VS 俺監督ゲームチャンネル行きたいと思います。なんかもうすごいライバル感あるな、このインテルと、シミランという感じでね。いいですね、行きましょう。それでは試合キックオフです。さあ、バネガにボールが通る。なんと、ナイスシュートよしぞ。まずはね、ファーストシュート、こちら、僕監督ゲームチャンネルが、まあ、ファーストシュートを放ちましたが。さあ、続きまして、コーナーキック。ディバラ、来たか、うわ、惜しい。もう、うちのエースですからね、ディバラ。まだまだね、若いんで、まだまだ能力は上がると思います。おっと、一人で遊んでいるのか？なんでもないボールを取られた。やばい。やばい、やばい、やばい、ピンチインや、これ。おいし、グリックナイス。おい、ちょっと、あ、やばいわ、やっぱりピンチインや。来たわ、今ちょっと取られた思て、あっこで案内してたから。危ねえ、アドリス、あ、まだあるわ、まだ、あっと、危ねえ。ほんまに危なかった。行かれた思ったら、もう。さあ、あ、やばい。これやばい、やばい、やばいぞ、あっと、セーフ。ギリギリ。ロイスに抜け出されて、危険やったな、今。ちょっと集中していこう。やばい、ボール取られた。こんな位置で。やばいな。あー、ロイス、やばい、行かれてる。あー、失点した。
先制されました。はい、ゴール決めたのはマルコ・ロイス。いやー、ちょっとなかなか連携、いい連携やったな、これ。連携で崩された。まあ、個人技で、個人技か。こいつうまいな、誰やろ。誰やったっけ？なんかめっちゃうまかったな、今。まあまあまあ、まだね、時間はたっぷりありますから。ああ、前半終了。さあ、0対1で折り返した。後半、爆発してくれよ、ディバラ。この16番は誰や？ああ、はいはいはい。カゼミロね。よっしゃ、後半行きましょう。まあ、決して悪くないからな。試合内容的にはな。さあ、やばい。さあ、やばい。あっと、アドリス。こいつ、うまいな、アドリス。いやー、ついに2失点目。追い込まれてますね。でもフリーやもんな。4トップっていう人は2人フリーになっとったもんな、今。10番、アドリス。はい、0対2です。まあ、こっから、まだまだ、まだ時間ある。こっからはな、やっぱり、なかなかな、同点に追いついたら劇的やからな。頑張れ。やばい、またアドリスや。うちなんかさっきから手食ってくるからな。危ねえ。いやー、やっぱり、ちょっとやばい。うおー。今絶対触らんでも出れたわ。なあ、絶対触ってコーナーあってんで、これ。しっしょ、ついてねえ。だが、しっかり対応。どこ行ったボール？ああ。まあ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 。このアドレスは結構ね、いいっすよね。よっしゃ。ここでちょっとな。見せろ。いけ。よっしゃ。ナイス。ちゃちゃ。ちゃっちゃらいいと。ちょっと、まだあるで、まだあるで。まだある、まだある。ちょ、何してんの、何してんの、何して、おお！個人技か。一人で行ったな。よし、ナイス、サウルニーです。いいですね。よし、ナイスゴール。はい、それでは最先よく2対、1対2になりましたね。なんとか同点に追いつきたいな、ここは。よしよしよし、行くぞ！行くぞ、おーっと！よしよし、コーナー、まだある。まだある。積極的やね。やっぱこう、ツートップがね、総合地球10以上超えてくると、やっぱりだいぶちゃうわな。二人とも超えてくるとだいぶちゃうわ。オッケー。ディバラなんと外した。いやー、惜しい。さあ、頑張れ。おっと、ちゃ、おいよっしゃ、なんでやねん、くそ、打つな。もう一回行け。いや、ちょっともったいないな、今のこれ。OK、エブラ、対応。しっかり。よしよし、キーパー？ちょっと。おい、何今の？ファールか、これ。ファールよ。そう、当然キーパー。キーパーファール。うん、キーパーチャージね。ちょっとカードいいしな。そんなん言うてる場合ちゃうの。これはちょっとな、足にざっくり入っとるからな。さすがにな。もうワンチャン、オッケー。もうワンチャンスあったわ。じゃあね、いけるぞ、おいお前何しているやめろーくそー負けたー !1 対 2! いやー、敗戦を喫してしまいました。いやー、でもね、内容は悪くなかった最後までね、まあ諦めない。そのね、心。とても大事です。はい。久しぶりになんか負けたっていう感じだな。ということで、1対2、支配率 60%。まあまあ、でもね、内容は良かった。よく頑張った。俺監督さん、敗戦ありがとうございました。はい、試合は1対2で敗戦しております。いやー、残念やな。はい、ということで、今日はね、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。